はい、横根です。トイレットシンドローム。続きからやっていきたいと思います。いきなり甘神だ。第7の噂テレホンコール。じゃあ今回は、学校の中じゃなさそうだな。この間別に言うことがないんだよな。いろいろ、ゆかり関連のキャラクターの関連性がどう動いてんだか。うわぁ、なんだろうな、絶妙に可愛くないなぁ。もしもし、長谷川です。あ。ゆかり。もしもし？めっちゃなんで言うやん。わぁ、話すまん。誰？うち長谷川なんですけど、電話番号間違ってますね。もしもし？え？いい加減にしないと切るよ？痛手に付き合ってる暇ないの？壊れたおもちゃみたい。絶妙になんかストレスがたまるね。あ、来た。何だったんでしょうか。はあ、あー気分悪い。バカは死んでほしいよね。ゆかりんち？お、まさか。すげえ。昔のジョジョのゲームのディオみたいな立ち方するやん。テレフォンコール。おい。ってことが、対応的な説明をするんですか。なんかそういういたずら電話ってムカつかない。やり方が暗いは陰険、気持ち悪いね。真夜中の12時ちょうどに帰ってくるなんて。前の日の10年ちょうどだったんだ。うるさ。寝るやん、そんな。別にいいんだけどさ、気分的に残るでしょ。それが嫌なんだよね。先輩、その電話マジで12時チャンスでした。え、時計が狂ってなければ多分ね。それやばいかも。ちょっと、また変な噂持ち出すんじゃないでしょうね。噂って、っていうか、今回のはずーっと言われ続けてる、交渉伝承ってやつなんだけど、こないだ、うちのミナヨが言ってたの。ミナヨって誰よその女。うちの母親、あほ、おほ、失礼しました。お母さんのことは名前で呼んでんの？まあ、みなよが言うには、12時ちょうどにかかってくる電話は、視野からの連絡だから、その電話取っちゃったら、絶対自分から切っちゃいけないだって。もしその電話を切ってしまったら、その時は、その時はどうなるの？承諾は沈黙を持って答えよ。つまり、
ジアの申し出を受け入れたってことになるんだって。わ、理不尽。申し出を受け入れる？それってどういう意味？さあ、それはその人によって違うでしょ。でも大抵は一緒に行こうだって。そんなの迷信でしょ？どうせただのイタレンだったんだし。その様子だと、先輩電話切りましたね。図星。まあ、みなよの情報なんで、ソース古いですから、あんま気にしなくてもいいと思いますけど。まあ、そんなわけですから、先輩、深夜の電話には気をつけて、ね。じゃあまた放課後。どうしろってんだい。ねえ、ゆけりちゃん。何深刻な顔してん？さっきミカちゃんが言ってたこと、嘘じゃないよ。私も昔聞いたことがある。ちょっとやめてよ。いつも言ってるけど、千里がそれ言うとシャレになんないんだから。ほんとよ。でも。大丈夫だよ、千里は心配しすぎ。ただの痛手んだって。だといいんだけど。でも、気になるから私も調べてみるね。ゆかりちゃんも電話に出るときは気をつけるようにして。わかった。ただいま。わあ。シリシかな。多分オリジナルのとこなんだな。あ？ラジオだよね。多分聞いてんの。お、なんか、プツプツしてる？お、バグったら。壊れちった。わかんないや。あ、普通に CD 聞いてるのか、そうか。この時代まで、ラジカセ CD か。買ってから結構経つしなぁ。タイマーは ?0 時00分。停電でもあったのかな？ラジオは。やっぱり壊れたかな。とりあえずタイマーなそう。ラジオも行かれちゃってるし、もう寿命かな。とりあえずタイマーくらいは直しとくか。今何したっけ。あれ、時計も止まってる。なんで。わ、まさか0時00分壊れるときは割と一度に壊れたりするしね。それはなぜかあるよね、マジで。家電とか、情報で調べるか。俺もそれはなんか、なぜかよくある。情報って、そういうことね。117。わざわざ、電話して、情報聞くのか。
6時15分ね。地方でかけたことある人、いんのかな？いなくはないだろうけども、まあ。ちょっと待って。出る？出なす。お、出た。もしもし、長谷川ですが。あ、こうゆかりだった。千里さん、います？あら、ゆかりちゃん。ごめんなさい、あの子、調べ物があるとかでおじいちゃんの家に行ってんのよ。あなたから電話があったって、伝えてって言われたことがあるんだけど。あ、電話があったら伝えて。はい。何ですか？電話に気をつけてって。お、読まれてる。私には何のことだかわからないんだけど、あなたにはわかるはずだからって。意味はわかる？はい。そう、それならよかった。用事が済んだら、こっちから電話をかけるって言ってたから、もう少し待ってやってね。はい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 。あ、ありがとうございました。はい。これはよそ行き用の声です。177ってなんだっけ？午後3時に気象庁より発表になった天気予報をお知らせします。今日の東京の天気は晴れ、一時曇り、ところによりにわか雨、または雷雨が発生するでしょう。降水確率 40%、湿度 80%、関東地方は高気圧に包まれ、しばらくはお天気が続きそうです。リアルだな。間違えちった。あ、いや、かけた後ですけど。タイマーだよ、マート。何時って言ってたかもう忘れちゃったよ。6時15分か。10秒からもうだいぶ経ったと思うな。6時15分って言ってたから、こんなもんかな。1分ぐらい早くセットしたりするよね。セットしてる間にも時間進むからね。よしと。これで大丈夫。だといいんだけど。で、時計の方は、5分くらい早くしとこうかな。いつもギリギリだし。いいね。まあ、それぐらいの。うん、これでよし。うわ、電話来ちゃったよ。出るのかい？でも出るしかない。はい、長谷川です。もしもし、あ、静か？あ？部長は長谷川ですけど。間違い電話かーい。つせな、お前ら、間違ってかけてきてんのにやー。いやいや、しゃ、最近のガキとんとれいいシャツ。まあ、それはしょうがない。子供ながら。また？出るか。長谷川です。あ、すいません。高千穂急便ですが、2時頃お伺いしたんですけど、どなたもいらっしゃらなくて、今からお伺いしても大丈夫ですかね？あ、上田裕司か。大丈夫ですよ。どのくらいで来れます？ここからですと、そうですね、15分ほどで行けると思いますんで、来る便なんで今日中にお渡しした方が。はい、じゃあすぐ伺いますから。うい、わかりました。では失礼します。はい。まあ、いつか
やばい電話かかってくるんだろうな。たけび遅いなぁ。15分で来るって言ったくせに。そのくらいとっくに経ったよね。今何時？時計がまだ壊れてる？あれ？また止まってる。電池切れじゃない？それは。はい。あ、千里ちゃんね。もしもし、長谷川さんのお宅でしょうか？いつしまですか？千里、私だよ。ゆぐりちゃん、大丈夫？変な電話、ごめんね。変な電話とかなかった？大丈夫。電話終わったけど、宅急便からと超ムカつくガキからの間違い電話だけ。そう、それならよかった。そんな心配しなくても大丈夫だって。そんなことないよ。やっぱりミカちゃん言ってたことは本当だった。あ、そのためのおじいちゃん家に行ったのか。亡くなった人からで、連絡って昔からあることらしくて。亡くなった明日の人から手紙が来たとか聞いたことない？だけど知ってる人で死んだ人なんていないよ。そんな話も聞かないし。よく思い出して。何の関係もない人からそういう連絡が来ることってほとんどないんだよ。大抵の人は連絡した相手の人に好意的なの。だけど、愛着が随分別れたくなくて。どうなるの？どうなるの？連れに来ちゃうの。おまけ。じゃあ、電話に出なきゃいいんじゃないの？無視されれば誰でていい気持ちはしないでしょ。特に亡くなった人たちは一つの思いにとらわれがちだから一旦悪意に変わると。うん。とにかく、あたしもう少し調べてみるね。多分そっから抜け出せる方法があるはずだから。ありがとう。だけど私どうしたら？それが分かったらまた電話するから、ゆかりちゃんも気をつけてね。どう気をつけりゃいいって言うんだい。そういう連絡が入るってことは、あっちと通路が開いてるってことだから。かかってくる電話の全部が好意的とは限らない。だから、嫌な予感がしたら電話は取らないでね。え？あ、でも無視しちゃいけないんじゃなかった？そんなこと言ったって、かかってくる電話どうやって区別すんの？確かし。とりあえず時計なんとかするか。時計は普通に電池切れだろうがよ、もう。電池の買い置き残ってたかな。どっちにしても時間がわかんなきゃね。あ、なんか、電池かな。電池の買い置き。0時00分、さっき直したのに。ダメだこりゃ、CD もいかれちゃってるし。しょうがないか、もう古いしね。あ、はい。電池、この前使った残りがあったと思ったんだけど。あった。とりあえず電池交換して、ダメなら買い替えかな。はい。もしかしたら壊れてるかもしんないし。オッケーじゃね？ほら、奥のポスターもオッケーって言ってるよ。一応動くみたいね。あとは時間を直すだけ。あ、またかけるってこと？わざわざ地方に？他の部屋に時計あんだろ。117。午前零時ちょうどお知らせします。午前零時ちょうどお知らせ。やば、零時じゃん。しかも零時からすまん。
わ、やば。ずっとレイジだ。レイジ？ワンピースかな。これじゃ時計直せないっていうか、他に思うことまずあんだろう。やば。こいつそのままか。はいはい、今出ますよっと。そろそろやばそうな電話。もしもし、長谷川です。はぁ？めっちゃバカにされてし。はぁ？無限に笑い続けるし。君さんやば、無限爆笑編。ムカつくぜ。え、あ、なんか怒ってる。絶対なんか欲しい。そうだ、アルマトの電話番号をミカからもらったんだった。あ、アルマトね。あの家ならなんか知ってるかもしれない。電話番号どこいたっけ。まさかアルマトだとは。編集記者かなんかだったよね。この辺にあった。これこれこれだよ。これであの親父に電話かけられる。はい、じゃあ置きます。あらまたどういう喋りだったか覚えてないぞ。もしもし、平凡者ですか？あの、あらまたさん？あ、はい、お願いします。もしもし、私、長谷川って言います。あの、岸美香の、どういう喋りだったっけ？ああ、岸さんがいつも先輩って言ってる人ですね。こんなんじゃなかったな。どんなんだっけな。わざわ、聞いてますよ。違うな。これも違う気がする。覚えてねえな。あ、どうも。ところで、今日は？実は、上から聞いていくか？昨日の夜中変な電話かかってきて、あのねしか言わないんですよ。それでその話をしたら、ミカがそれは死んだ人から電話で、死んだ人からの電話で取らずにいると一緒に連れて行かれちゃうって、そんなこと本当にあるんですか？僕はその元の噂についてよくは知らないんだけど、バリエーションとして死んだはずの人間からの連絡が、例えば手紙などの形で送られてくるという伝承は昔からありますね。じゃあ本当に？可能性としてはですが、もしその真夜中の電話が本当に死んだ人からのだとしたら注意した方がいいな。それによってあなたの家の回線が霊界に向かって開かれてしまったということもことも考えられますから。霊界って？霊界ってどういうことですか？最初の一つの電話が呼び水になって霊界、つまり向こう側に向かって電話が繋がってしまった。あなたのところにかかってくる電話がただ一人の死者からだけでなく、他の人々からもかかってくるかもしれない。そういうことです。え？じゃあさ、今までの、最初の、子供とか、宅急便からの電話も幽霊だったりする？じゃあうちにかかってくる電話は全部死んだ人からなんですか？ははは、まさか。あ、違うっぽいわ。大体あの手がかけてきた電話がこうして僕に繋がっているでしょう。この世とあの世の境界なんて実にあやふやなものなんです。もし長谷川さんの家の電話が霊界に繋がっているとしたら、そのくらい層は極めて不安定なので、こっちの世界。つまりこの世の本当の電話回線と混線したりすることも大いに考えられますね。
でもどうしてこんなことが。そうですね。僕が考えるにあなたの家の電話回線を変えてしまったのは誰かの思いです。思い？そう。誰かのあなたに対する強い感情を。霊現象なんてみんなそんなもんですよ。この世とあの世の境を分かつ限界を超えてしまった。誰かの強い思いが発現するんです。じゃあ誰かが私を恨んでるって言うんですか？私何もしないです。いや、強い思いが恨みや憎しみばかりとは限りませんよ。僕の知っている例ではこんなのがありますけど。あれ？あれだ？あれだ？あれだ！どうしていなくなっちゃうんですか？あれ？もしもし？もしもーし？もしもし？もしもし？あなた？あまたつー。あまたつー、そろじろー。消えちゃった。今日の天気はわかりません。いいよ。あらまたは役に立たないし、電話おかしくなっちゃうし。どうしたらいいんだろう。どうしようもないね。どうしよう。出るっけねえだろ。うわ、毎回。あ、どうも。来ないんでどうしたかと。家開けられましたか？いや、ずっといましたけど。おかしいですね。30分ほど前に寄ったんですけど、誰も出られなかったんですよ。え？持ち帰らせていただきましたけど。え？だって、誰の声もしなかったよね。あ、いや、玄関の前に置いといてください。あ、6時過ぎればいるはずですから。はい。はい。わかりました。一体どういうこと？まさか、この部屋自体が、もうあの世、あ、この世と、分かたれているのでは？また電話。あれ。はい、長谷川です。え？誰も何も言わんの？うわ、無言電話だ。めちゃくちゃ電話かかってくる、この家。はいはい、今出ますよ、と。もしもし。おい、ちゃんね。ゆうりちゃん大丈夫？変なこと起こったりしてない？バチクソ怒ってますわ。変わんなくないよ。時計は止まっちゃうし、変な電話日本もかかってくるし。さっきだって宅急便の人は、うちに誰もいないって。一体どうなってんの？ごめんね。もっと早く電話したかったんだけど、探してた方が見つからなくて。それよりゆかりちゃん、わかったよ、その、電話の意味。本当に？うん。亡くなったおじいちゃんの本、古い昔の本に載ってた。昔は今見たく電話がないから、手紙で同じようなことがあったらしいって話なんだけど、その電話の人ね、ゆかりちゃんにすごく言いたいことが、あ？言いたかったこととか、守れなかった約束とかがあったはずなの。約束？何にもないのにそういう電話がかかってくることないんだって。だから、その人が誰で、ゆかりちゃんと関わった何かが分かれば、その人、あっち側に行けるんだって。だけど、
もし電話を取らなかったら、取らなかったら、やっぱり連れに来ちゃうって。ほう、レイクちゃん、本当にお前当たることってないの？お前当たること？って言っても、できることは何でもやってみて、私からも願い。思い残したことがあるなんて、なんだか悲しいよ。ちょっとちゃんは優しいな。調べてみるよ。ゆかりちゃんのために、っていうのもあるけど、彼女のために。お願いゆかりちゃん。今11時30分。あと30分しかないよ。うん。30分しかないの？マジか。私が忘れてることか。少し探してみよう。うん。探してみよう。ここはないか。誰か、お友達が亡くなってたりとか。確かこの辺に昔のアルバムが。あ、あった。懐かしい。ちさとちっちゃい。この頃は良かったな。大した悩みもなくて、毎日普通に幸せで。ああ。はい。よぐちゃん大丈夫？もうあんまり時間ないよ。何か、わかった。そう思うなら調べる時間もください。早いですよ、電話かけてくるの。全然。昔のアルバムとか見たいけど、これといって。ねえ、ゆかりちゃん。そのアルバムに、ゆかりちゃんの知らないことが映ってなかった？どうかな？そういう子いっぱいいたけど、そんなすごく仲が良かった子っていなかったよ。そう。でも、もしこのまま何もわかんなかったとしても、電話には出てあげてね。そうしないと。わかってる。じゃあ、ゆかりちゃん、気をつけてね。うん。ありがとう。まあ、とりあえず電話には出るしかないかな。昔のことね。私が覚えてること。千里と出会ったこと。昔付き合ってたやつ。父さんと母さんが別れたこと。結構覚えてないもんだな。小さい時の友達なんてほとんど覚えてない。わお。もしもし。ゆかりいたの？電話しても出ないから。いたよ。いたんだけど、いろいろあって。本当に心配したのよ。ゆかり、時々。それより母さん、今日夜勤？そうじゃないの。ゆかり、幸子さん覚えてる？どちら様ですか？幸子。さっちゃん？そうよ。川越の親戚の幸子さん、ゆかりより一つ上の。あなた小さい時、よく一緒に遊んでもらったでしょ。それや。それしかない。最近ずっと会ってなかったから忘れたかと思ってたわ。幸子さんね、昨日の夜亡くなったの。子供の時からずっと病気で入院してたでしょ。もう長いこと危ない状態が続いていたんですって。今日の午前中突然電話があって。いや、それよりも俺の現実世界で、本棚の本が勝手に倒れたんですけど。あれは霊現象ですか？今日の午前中突然電話があって、今お通夜が終わったところなの。連絡しようと思って何度も電話したのに。ゆかり聞いてんの？わお。蘇る昔の記憶。すごくかわいい。さっちゃんすごい。ずっとベッドで寝てるから
しようか。本当？うん。今度来てくれるまでもう一つ作っておくね。絶対。約束ね。うん。約束ね。ゆかり、ゆかり、もしもし。あ、うん、聞いてるよ。うん、わかった。わかってるよ。じゃあね。さっちゃんだったの。あらー。お。電話に出るしかねえだろ。いいよ。もういいよ、さっちゃん。終わりかな。あ、そうなんだ。エピローグとかなしで終わりだ。あー、説明、また説明系の話か。なるほどね。ちゃんからの電話だったわけだ。なるほど、これもいい話でしたね。結構ホラー、なんかちょっといい話系続くな。ホラー強い感がそこまで。でも次の話ちょっとホラー系強そうだな。まあ、ということで今回はこの辺で、ご視聴いただきましてありがとうございました。ひよこらでした。